フレキシブルイメージトランスポートシステムはオープン標準なファイル形式である。フィッツは画像データを保存、送信、処理するために使われる。フィッツは天文学の分野で最も使われている。多くの画像形式とは異なり、フィッツは科学データのために特別に設計されているため、速攻や空間キャリブレーション情報を記述するための多くの規定を含んでいる。 フィッツ形式は1981年に初めて標準化されて以来進化し続けており最新のバージョン3.0は2008年にリリースされた。フィッツは長期的な情報貯蓄の目的で設計されており、Once Fits, a l ウ a イ s Fits という言葉がフィッツの発展には広報互換性がなければならないという仕様を表している。フィッツ形式は 画像のメタデータが人間でも読めるようにアスキーでヘッダーに記述されている。そのため興味を持ったユーザーはヘッダーを調べることでそのファイルの出所を調べることができる。ヘッダー内の情報はデータセルへ直接アクセスできるように後続のデータユニット内の情報のバイトオフセットを計算するよう設計されている。各フィッツファイルは一つ以上のヘッダーで構成されている。 このヘッダーは、アスキーカードイメージを含み、交互配置されたデータブロック間のキーワードと値のペアを保持している。キーワードと値のペアは、サイズ、原点、座標、バイナリデータ形式、自由形式のコメントデータ履歴などの情報を提供する。フィッツでは、多くの予約語がある一方、名前空間の残りの部分を任意に使用することができる。フィッツはまた、 スペクトル、格子リストデータキューブのような画像以外のデータも保存する。フィッツファイルはいくつかの拡張機能を持つことができ、これらの拡張機能はデータオブジェクトを含んでいても良い。例えば同じファイル内に X 線や赤外線の露出量を格納することができる。フィッツデータで一番用いられるタイプは画像ヘッダーとデータブロックである。ここでの画像は 通常よりも広い意味で使われている。フィッツ形式が任意の次元のデータ配列をサポートしているように、画像データは通常2次元か3次元である。データ自体は整数と不動小数点数のどちらでも良い。フィッツの画像ヘッダーには座標形の情報を一つ以上含めることができる。画像には画像の角がその位置を描写する。 暗黙的な直行座標形が含まれているが、科学的用途には通常、電球座標形のような世界的な座標形が必要である。フィッツが元の形式から一般化してきたように、世界座標形の仕様はますます高度化している。初期のフィッツ画像では画素の大きさを表すための単純なスケール係数が認められていた。しかし、最近のバージョンでは、 多重の非線形座標形を認めている。WCS 規格は多くの投影法を含む。例えば、ヒールピックス投影法は、宇宙マイクロ波背景放射の観察でよく使用される。フィッツは多次元の行と列を持つ表形式のデータをサポートしており、バイナリーとアスキーの表形式が規定されている。表の、各列のデータは、他の列のデータと異なる形式にすることができる。 FITS は科学的目的のために使用されている様々なプログラミング言語で提供されている。代表的な言語を挙げると C 言語 C、C、フォートラン、イゴールプロ、IDL、Java、デイブベ、マセマティカ、マットラブ、パール、PDL、Python、R、TCL などがある。NASA、GSFC にある FITS サポートオフィスでは FITS をサポートしているライブラリーや プラットフォームのリストを管理している。サオイマゲ DSQINFVWM にイメージッチ、ギンプ、フォトショップ、ザンベ、アーバンベのような画像処理ソフトは単純なフィッツ形式のファイルを読み込むことができる。しかし、複雑な表やデータベースを解釈できないことがしばしばある。科学的なチームは彼らの使う言語で利用可能なツールを用いてフィッツデータの情報を扱うために 独自のコードを記述する。FITS、リベレーターというソフトウェアは、欧州宇宙機関、ヨーロッパ難天天問題、NASA の科学者たちにも使われている。サオイマゲ DSQ アストロノミカル、データビジュアライゼーションアプリケーションは、多くの OS で動作し、FITS の画像とヘッダーを扱うことができる。多くの科学計算環境では、表示、比較、修正などをするために、 フィッツヘッダーの中の座標データを利用する。例として、PDL ライブラリープロットマップライブラリーストリンク、プロジェクト AST ライブラリー PFITS ライブラリーなどには座標変換ライブラリーが含まれている。フィッツのバージョン3.0は IAU フィッツワーキンググループによって2008年7月に公式に承認された。ありがとうございます。